元金プリ神宮寺ゆうタが生配信、視聴者と用紙トーク、髪伸びるの早くて、新会社、飛べ、への加入とともに、元キング・アンドプスの神宮寺ゆうタ26が待望の生配信を行い、ファンの心をわしづかみにしました。その視聴者数200万人を突破する驚異的な勢いとともに、神宮寺ゆうタはますます魅力的に成長しています。 自身のインスタグラムアカウントで行われた生配信は午後9時に開始。始まるやいなや20番人を突破するほどの多くのファンが一堂に集まり、神宮寺は感激と焦りを隠せなかったようです。一人でインスタライブやるの初めてです。結構思いつきでインスタライブ始めました。笑い。すみません。と心境を明かしました。この生配信では、 ファンとの交流がメインテーマ。人流児の髪形についてのトークでは、自身の髪の伸びる速さに驚きながらも、ちょっとエロいみたいなところあるかもしれない笑い、と楽しげに話していました。さらに、前髪あった方がいいとファンの意見を求めると大半の回答が前髪あり派であったことに苦笑い。 これまでのイメージを覆すような新たな髪形を披露する可能性を考えると、ファンはますます期待に胸を膨らませることでしょう。また、生配信には三宅健という意外な登場者も、ファンからの質問に答えて、三宅健はめちゃくちゃ優しいんですよ。打ち合わせとかですれ違うとお話しするけど、ずっと優しくて温かい。めちゃくちゃ感謝してます。 と微笑みながら語りました。神獣寺の人間性と親しみやすい性格にファンはますます惹かれていくことでしょう。生配信では滝沢秀明氏からのサプライズとして焼きパイナップルが贈られ、神獣寺の大興奮を誘いました。キャンプ中にいただいたというパイナップルにめっちゃ甘い。パイナップルの香りするけどめっちゃ甘い。と興奮しながらレコード。 さらに、ファンからのリクエストに応え、食レポにも挑戦しました。ファンとのコミュニケーションを大切にする姿勢が伺えるこの生配信は、神宮寺由太たの魅力をさらに引き立てました。神宮寺由太たの新たな挑戦が始まりました。ジャニーズ時代から培ってきた才能と経験を背景に、自由な発想と新しい可能性を追求する彼には、ますます期待しかありません。 これからもファンとの交流を大切にし、様々な企画やプロジェクトに挑戦していくことでしょう。どんな未知の才能や魅力が見つかるのか、今後の神宮寺雄太の活動に目が離せません。最後にファンへの感謝の気持ちを込めて、神宮寺雄太はこれからも頑張りますので、応援よろしくお願いします。と呼びかけました。 ファンとの絆を大切にし、全力で夢を追いかける姿勢に、ますます多くの人々が共感し、彼の輝きを支えることでしょう。これからも、神宮寺由太の成長と新たな活動に目が離せません。ファンの期待に応える彼の姿に、ますます多くの人々が魅了されることでしょう。神宮寺由太の未来に、心躍ること間違いなしです。